ザッ。こんにちは、豊さん。日本語は難しいという、まさにそうで、まあ、この YouTube をやってて豊さんもやっぱり伝わりきらないとか日本語って難しいんだ。いやいや、時間は縛られるじゃないんだから、はい、伝えなきゃいけないんだけど、はい、なんかちょっと時代とか、はい、そういうこともあるしね、はい、伝えきれない部分もあるし、あと受け取る側によっても、まあまあそれはあるね。なぜこの話をしているかというと、今もうたった今です、千賀投手のインスタライブを我々ここで見ていました、はいはい、で千賀投手が、まあ、ここ数日ツイッターで発信したことがちょっとファンの中でも、まあ、一部だとは思うんですけども、ちょっとざわついてしまったり、はい、で逆に今度ソフトバンク球団側が批判を浴びてしまったりというところでの、千賀投手が改めてインスタライブで語ってくれたっていう、まあ、ファンはすっきりした部分ももちろんこれであったと思うんですけど、なんか緊張するな。いや、そうです、ね、我々の一言一言も誤解を生むんじゃないかってそうだ、ね、すごく、うん、まずこのことの時代っていうのは、はい、まあ、千賀が SNS で、はい、まあ、ポスティングをね、はい、なぜ認めないのか、その説明が球団にはないと、はい、で球団に説明してくださいって言っても時間がないとか、まあ、はぐらかされてしまって理由がなかったっていうところから、で彼自身 FA を取得して、はい、この度メジャーに晴れて挑戦できるというね、はい、それにはやっぱり時間がかかるわけよね、まあ、他球団はポスティングで行ってる選手もいるのかっていう、そうだね、たくさんいるよね、はい、でまあ、優秀な選手がポスティングでどんどん挑戦する中、はい、まあ、千賀のもどかしさっていうのは多分あったと思うんだよ ね、 そうですよね。ただ球団の方針、指針、そういうのをこう読んでみると、うん、うちはなぜポスティングを認めないのかっていうこともちゃんと言ってるんだよね、はい、球団として、はい、まあ、例えばその世界一の球団を目指してると、うん、そこにポスティングで、ね、うん、選手を抜かれていくっていう、出すっていうことはありえないと、球団は、はい、球団はね、はい、それは FA を取って他に移るんだったら、これはルール上仕方ない、うん、これは言ってる、はい、だからポスティングで行くなんていうのはありえない。だからそのポスティングで行った選手はソフトバンクではメジャーではいないんだよね。そうです、全部 FA を取って海外に挑戦をしてる、うん、ただそこで、はい、やっぱ千賀はもどかしいのは、他の球団はな、認めてるのに なんでかという、うん、まあ、やっぱこう思うわね、はい、でもその指針はあっても、なぜこうなんだっていうことをやっぱ今の時代説明してあげた方がやっぱ納得はするだろうね、うん、そうですね、千賀もそのわがままを言ってるわけじゃない、ちゃんとしたルールの下で今回挑戦するし、うん、ね、なぜなんだっていう、やっぱ気持ちが納得してないと、やっぱ成績にも出るだろうし、ね、これから若い選手が育って、優秀な選手が育ってきて挑戦したいのになぜできないんだっていうことは、うん、ちゃんと説明してやってくれと。そうですね、うん、この12球団で唯一ポスティングを承認していないのがソフトバンクだけっていう、まあ、そうだね、それは、まあ、世界一のチームを目指すために、そう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 、ってなると、じゃあこれは不平等なんじゃないかっていうルール上っていうのも出てくるんです。例えば FA を、まあ、例えばさ、はい、巨人がヒゲとか茶髪ダメって言ってるのと多分似てる部分があって、うん、それはやっぱり球団独自のルールなんだよね、うん、ただルールを先に考えてしまうと、うん、じゃあドラフトの時に、そうですよ ね、はい、いや、オタクはポスティングがないから行きませんと、うん、はい、やっぱそこまでやっぱ契約っていうのは密にしとかないと、やっぱね、国民性だと思うんだよ。日本人ってポンとさせられた契約書熟読する人は多分いないと思うんだよね、はい、契約時に、うん、だって代理人もいないから、契約時は。そうですよね、うん、で、あ、晴れてプロ野球選手になった、はい、サインして判子を押す、まあ、そこにはポスティングは認めませんっていうことは書いてあるのかも分かんないけど、これは分かんないんだけども、で入ってしまって、俺はメジャーに行きたいのに、え、ポスティングダメなのって、うん、遅いんだよもう契約上、はい、でもアメリカとかその契約社会ってさ、もう隅から隅まで読んで、うん、いや、この項目はちょっと取り除いていただけないかとか、うん、認めるにしてもらえないかとか、例えば泊まるホテル、いや、ビジネスホテルは泊まりませんよって、うん、ね、5つ星しか泊まりませんみたいな、うん、にしてくれとか、はい、もう本当細かいんだって。そうですよね、うん、だから移動の時はファーストクラスでみたいな、はい、
だから日本人が安易に契約をするからまたこういうような問題が起きるのかもわからないね。あとやっぱそのドラフトで1位指名されたら、じゃあ例えばポスティングではいけない、でも自分はメジャー行きたい、じゃあ蹴ります、あいらないですよって言われたら、またさらに1年なり2年なり待たなきゃいけない現状っていうのはあるわけですよね。まあそうだね。で仮に例えば大谷選手はポスティングで行きました、はいはい、これは、まあ、日本ハムはもともと認めてるということもあるし、はい、大谷は花からメジャーに行くって言ってる。日本の球界には入らないって最初、いやだけどそれを口説き落として、うん、じゃ あの入れて容認すると、はい、だからまあこういうやり方もあるよね。だから最初の契約の問題だよ、うん、だから千賀も最初、いや僕はメジャーに行きますよと、はい、だからポスティング認めないと入りませんって言えたと思うんだよ。でもどうしても欲しいんだったらこの項目だけは消してくれって、うん、とか認めてくれとか、いや約束をしとかなきゃいけないんだろうね。多分ただご本人もインスタライブで言ったように、やっぱり育成から来て最初はメジャーを考えてなかったけれども、やっぱりこう自分の実績が出るに連なってやっぱりメジャーに行きたいっていう心変わりが、まああるよね、それはある、うん、だから千賀よく我慢したなと思うんだけど、やっぱり球団のそういう事情があるから我慢せざるを得なかったと、うん、でも千賀は後輩のことを思って、そうなんですよね、うん、やっぱ声を大にしてちょっと言いたいというようなことでちょっと誤解が生まれたんだけどもさ、はい、球団もやっぱそういうなんていうの、方針だとか指針だとか目指すもの、それはやっぱこう浸透させておかないとさ、うん、選手に、はい、やっぱこういう問題も起きてくるし、で契約の時にでもやっぱりうちはこういう球団ですよっていうのははっきり言っといた方がいいよ、うん、世界一を目指してるからポスティングは認めませんよって、うん、でもこの千賀のこのことで、まあ、認め出すかもわからないけども、まあ、でも認め出したらもう完全に崩れちゃうな、球団の方針が。そうです。ただ近年はほぼメジャーに行ってるのは FA 取得後じゃなくポスティングでほとんどの選手が行ってるじゃないですか。まあ、昔はね FA もちょっと長かったし、うん、でそこまで待ってたらもうおじいちゃんになっちゃうみたいな。そこだと思うんですよね、選手って。いやだからやっぱ油の乗り切った時に行きたいって、うん、挑戦したいって、それはやっぱり一人の男としての、うん、やっぱ夢であるしロマンであるし、だからそこは叶えさせてあげたいと思いつつも、そうなって日本からどんどん流出したら見たい選手が全部メジャーに行くし、だからなんか日本が植民地みたいになってるようなさ、いいものだけ吸い上げられるというようなさ、そういうことっていうのはなんかこう寂しいような気もするしね。そうか、なんか私たち世代だとメジャーが今見れる環境なので、どちらかというと、あ、日本人が海外の選手を任してるによりレベルが上がってるっていう、なんだろう、見るのがすごく好きなので、まあ快感だよね。そうなんですよ。なのでこれはまあ時代と、あとそれぞれの人の価値観っていうのももちろんあるのかなっていうのもありますけど、でもさ、やっぱりね、親切なのは千賀が聞きたい、話をしたい、うんうん、そうですよ ね、そういうものはやっぱ球団はやっぱちゃんと持ってあげないとちょっといけないよね。そうですよね、はぐらかしてたのか本当に時間がなかったのか、はい、いや球団の方針はこうだから読んどいてくれって手渡したのか、はい、そう、まあ本当にわからないけど、うん、わからなくて言うのは申し訳ないけどね、まあ、だけど、まあ、そこら辺はやっぱこう説明をちゃんとしてあげないとね、うん、なんか不適されて投げてるとか、うん、なんかそういうこともなんかあったんでしょ。すごい密着でついてた時に、勝っても負けてもそこには無の感情だって言ったのを、まあ、一部のですよ、一部の方が、うん、じゃあファンはどういう気持ちで千賀投手の応援すればいいのってなって、でもあれ大半の人はそんな風に受け取ってないですよね。いや違うんだ、それはね、うん、一喜一憂したくないっていうのがあるんだよ。じゃないと、うん、落ち込んだり上がったり落ち込んだりって、そうじゃなくて、あ、今日は負けてしまったって、そのぐらいに止めとく、うん、今日は勝ってよかった、そのぐらいに。そうそう、俺もね、経験は、まあ、千賀とはレベルが違うかもわからないけども、気持ちのコントロールをしたらね、成績は安定するんだよ、うん、で一喜一憂しなくなるんだよ、そうなってくると、はい、やっぱ千賀はそれを言ってたんだと思うんだよ。そうだと思う、うん、だからそれは勘違いしてると思うんだよ ね取ってる方が、受け取り側が、うんうん、だからそこはね、こんなだったりいやーそれがなってたら疲れちゃうから、はい、そうですよね、疲れちゃう。
そうなんですよね。ただこの問題はソフトバンクだけの問題ではなくて、うん、やっぱ NPP も、はい、少しね考えた方がいいよ。このポスティングのそれぞれ足並みが揃ってないっていうところ、ね、うんうんうん、だからまあ例えば何年以上ピッチャーだったらこの成績、野手だったらこの成績をクリアしたんだったらもうポスティングはしょうがないとかさ、うん、まあ、ポスティングは何年から認めるとかさ、はい、だからそういうふうに足並みを揃えた方がいいかもわからんな。そうすればまあ選手たちの不平等感っていうのも不公平感っていうのも少しはちょっとなくなるってことです、ね、でもソフトバンクはいい球団だからさ、入るだけで幸せだけどねただじゃあ例えば今回吉田正尚選手もポスティング、はい、あと村上選手もゆくゆくは多分ポスティングで行くんじゃないかと言われていて、そういうポスティングを容認している球団っていうのはなぜ容認できるんですか。それお金、まあ、お金もあるだろうし、やっぱもう止められないというさ、うん、思いをとかやっぱ給料が払えないとかさ、うん、そういうことなんだよ。それは大きいのはそのお給料がもうこれ以上は払えないっていうこともすごく球団の経営的にはある。まあこれはじゃあ納得、まあ、他の選手とのバランスとかね、うん、まあ、いろいろ考えるから、まあ、そうだな、バランスだな、考えるのが一番。要はソフトバンクはポスティングでお金をもらわなくてもその選手に対して払える十分なお金は球団があるから FA まではっていうことになる。いくらでも払えますよみたいな。そうですよね、うん、あ、まあ、まあ千賀もね、誤解を解くために、うん、まあ、アメリカからね、シアトルから、はい、インスタライブ、まあ、見させてもらったけど、はい、なんかこう一生懸命さが伝わってね、うん、いやそういう真意じゃないんだっていうのはね、うん、こう分かってほしいし、はい、まあ、球団の方も、うん、いや千賀思いっきり話していいよっていうね、表だって話して OK って、すごく大きく構えててくれたし、うん、だからこれはもう決着ということで、もうそうですね、ただ FA ポスティングを球団側がこれから千賀が言うように若手がどんどん言えるようなで言って説明がちゃんとしてあげてほしいなと思う。うん、そうですね、そのルールを変え、ソフトバンクのルールを変える変えないは別問題としてね、はい、説明、うん、それは俺はまあ必要かなっていうふうに思うよね。うん、はい、そうですね。いや疲れるね、こういう問題話すのはね私たち今話している発言もね、全く違う風に取られてしまったら、そうそうそう、違うし、決してどちらが悪いとかいいとかではなくて、そうだね、千賀投手、選手側の気持ちもそうですし、球団側のそれぞれの主張もあるしっていうところですもんね。これを踏まえて皆さんがあとはどう感じるか、まあ、そうだね、うん、でもまあ千賀をね頑張ってほしい、頑張ってほしいし、海の向こうで、ね、ソフトバンクはねものすごい補強したし、今年ね勝ちにこだわってるから、ね、そう、すごい補強したのでね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい。